それでは、時間になりましたので、人文学の学校国ラボ2021夏のブックトークの第4弾ですね。森弘則さんのその場に合わせる思考、言語と道徳をめぐるアドルノの、ブックトークを始めたいと思います。この、ブックトークっていうブックトークシリーズで試み、今年から 始めたんですけども、この4回目が、夏のブックトークとしては最後になるかなという、思います。で、今日ですけど、90分ぐらいを、予定していますけども、ですね、これ今皆さんの多分左上になんとかストリーム配信サービスに参加中で出てると思うんですけども、この要素が録画させていただいています。それで、後で配信する予定でいますので、ご参加の皆さんは基本的にはミュート、それからビデオを停止して聞いただければというふうに思います。顔出ても構わないよという人は、顔出して発言していただいても構わないんですけど、発言すると発言しないときはですね、ミュート、ビデオの停止をお願いします。発言するときも、顔を出さずに発言いただいても構いません。いずれにしてもこれが残って出てしまうので、ちょっと気をつけてくださいということです。それで、今日、取り上げる本は、ここに、これ皆さん見えてる、ここにあるんですが、これ森弘則さんの、博士論文で、実は私も審査に関わって、審査の時はそれが仕事なんでいろいろ偉そうなことを言うんですが、その森さんが博論を出されて、なんていうんですかね、優れた成績でといいますか、基本的には私その場にいたのであれですけど、満場一致で博士号に値するということで、これで博士号を取られたというもので、でそれがその後法政大学出版の出版助成を受けることになって、これ、若手の研究者にとっては大変名誉なことなんですけども、でそれがこういう本の形になって出版されて、ちょうど1年ぐらいになります。で実は以前から森さんの本の発表会をしたいよねという話をしていたんですけども、ちょっと伸び伸びになってしまって、ちょっと今日ようやく実現できることになりました。で今日お話しいただくのはですね、お二人の評者というかコメンテーターをお願いしました。お一人はですね、龍谷大学文学部で教員をされている入谷修一さんです。それから、お二人目がですね、城西国際大学の牧野沙織さんで、牧野さん、入谷さんはアドルノでも本を常に書かれているアドルノの専門家でもいらして、さっきそれは出さなくていいよと言われたんですけども、アドルノ論としては、アドルノと批判理論のビオグラフィー、形ある性っていう、すみません、これちょっとカバーがないバージョン、図書館のやつなんでカバーがないんですけど、本であったり、で最近ですかね、このアドルノ論の延長線上にあるというふうに勝手に理解してるんですけど、バイオグラフィーの哲学、私という制度、その、そして愛という本、他にもご著書おありなんですけど出されています。でその入谷さんには特にそのアドルノの専門家でもいらっしゃるということで、専門家の視点から、で、牧野さんはビトゲンシュタインの研究者でいらして、国ラボではですね、この間終わった4月期にも講座をお願いしてたんですが、今度9月期でも、ビトゲンシュタイン哲学探求をあなたの自社伝として読むという講座、これは人文学ゼミって言ってまして、一緒にテキストを読むような形の、
講座になりますので、後でちょっとどこかで国ラボの、あの9月期の講座宣伝させていただくんですけども、あの皆さんぜひ、あの受講を検討いただければと思います。で、このお二人をお呼びしたのは、まあ、お二人とも、まあ、あの、ニューヤさんはアドローの専門家であると言いましたけど、まあ、ニューヤさんも牧野さんも、どう言えばいいんですかね、すごくなんていうか ラディカルなテキストの読み方をされる方っていうのを私認識をしていまして、で、その森さんの本っていうのも、あの、まあ、従来のアドルノについてのアドルノという哲学者の説明ちょっと後で森さんの、あの自助紹介の中でしていただければと思うんですけども、従来のアドルノ論、従来書かれてきたアドルノ論とは全く違 こうテイストといいますか、まあ、森さんの姿勢がすごく現れた、あの、著作になっていると思います。僕の持った印象、今回改めて読み直して持った印象というのは、すごい、なんていうかな、あの、広い意味で美しい本だなというふうに思ったんですね。あの、想定とか、この黄色、蛍光、黄色が綺麗だというのもあるんですけど、この黄色が綺麗だというのもあるんですけど、あ、紐も黄色だったり、そういう綺麗さもあるんですけど、文章の、こう強度というか、あの、まあ、これはあのいいところでもあるし、もしかしたら悪いところでもあるかもしれないけど、ずっとなんていうんですかね、こうずっと強い強度で書かれているというか、あの すごくその著者の真摯な姿勢が、それこそなんていうんですかね、あの著者の倫理が伝わってくるというような文章で、ものすごく好感を持てるし、まあ、そういう意味でのこう美しさというのも感じさせる。で、その文章 もう無駄がなく、こうなんて言うんですかね、無駄がなく、しかもこう綺麗な読みやすい文章で書かれているということが言えるかなと思います。で、まあ、内容については、まあ、あの、議論していきたいと思いますけど、今日流れとしてはですね、まずあの森さんに自助紹介をしていただいた後で、ニューヤさん、牧野さんという順番で、それぞれあのこの本について、まあ、あの論評をお願いしたいというふうに思います。で、その後、ちょっと5分ぐらい休憩を挟みまして、そのお二人の論評に対する、まあ、あの森さんからの応答で、その後はあの、まあ、出てきた話題に沿って、あとはもうあの好きに議論をして、その中であの皆さんからのご質問やご意見もあのお聞きしたいというふうに考えています。で、というわけで、まあ、まあ、あの後半に、まあ、議論の時間あるんですけども、まあ、適宜その何か質問とかですね、お聞きになりたいことがあったらですね、まあ、チャット欄に記入していただければ、まあ、全てをちょっと拾えるかは分からないんですけども、あのその都度その都度あのちょっと拾わせていただいて、回答いただくというようにしていきたいと思います。ちょっとあの導入長く、すみません、長くなってしまいましたが、はい、どうもよろしくお願いします。ではまず最初に、一応皆さん所属を紹介した高崎経済大学の森博則さんから、その場に居合わせる思考、言語と道徳をめぐるアドルノについての自助紹介をよろしくお願いします。はい、あの改めまして森博之と申します。今回は本当にあの忙しい中、皆さんお集まりいただきありがとうございます。またあの本当にあの夏休み忙しい時期にあの合評会企画してくださった大河内先生、またあのコメントを引き受けてくださった牧野先生、新谷先生、本当にありがとうございます。改めて御礼申し上げます。で、私の資料なんですけれども、チャットの方にドライブのリンクを入れておきますので、こちらからあの必要な方はダウンロードください。では、画面共有して始めたいと思います。私の自助紹介ということなんですけれども、あの手に取ってくださった方は、あのパラパラとあの眺めてみたときに、これはあの入門書の類ではないなっていう書きぶりがちょっと不親切だなっていうのがあったと思いますので、であの親切な入門ができる自信は今
全然ないんですけれども、大体あのタイトルだとか、あと中心的な主張は何か、 何に貢献したのか、あの残された課題だって思うのは何かみたいな話をちょっと簡単にできればなと思います。10分ほどお時間いただいてお話しします。まずあの本書のタイトルなんですけれども、その場に居合わせる思考、言語と道徳をめぐるアドルノというタイトルに しまして、主要な目的としては言語哲学及び実践哲学に関わるアイデアの再構成ということなんですが、アドルノについてはすぐ後ほどちょっと簡単に紹介しますけれども、個人的に気に入っているのはこのカバーデザイン、さっきあの小池先生からもあの指摘していただいたんですが、あのこれ私がそうしてくださいって言ったんじゃなくて、編集の方でできましたって言ったやつをパッと見で、ああいいじゃんと思ってお願いしますって言ったやつなんですが、この白と黄色のデザインってすごく良かったなと、なんかあの運が良かったなっていう感じがしみじみにしております。で、元になったのは博士論文なんですが、その時の題目はアドルノにおける言語自由道徳って結構あの欲張りなタイトルにしまして、哲学的著作と音楽論の横断的読解を通してというタイトル にしました。で、ここには2つの目的があったんですが、言語哲学と実践哲学に焦点を当てるということと、哲学と音楽両方扱うということで、書籍化にあたっては B の要素はちょっと取り除いて A の要素だけ残して、なおかつアドルノの革新的アイデアだと私が考えたもの、すなわちその場に居合わせる思考っていうのをメインタイトルに据えました。で、まあ、簡単なアドルノの紹介なんですが、幼少期から音楽的な素養がすごい高い人で、あの家族ぐるみで音楽やっていたりもしたんですが、若い時は作曲家のアルバンベルクというウィーンの作曲家に作曲を指示しておりました。で、最初にあの音楽への勉強があって、その後でフランクフルト大学で哲学を勉強したっていうキャリアになっております。で、その後フランクフルト社会研究所の最初期のメンバーとしてホルクハイマーらと共に活動したんですが、ナチスが政権を取った1930年以降、少しあのナチス政権のことを甘く見ていた時期が少しだけあって、ドイツにいてもなんとかなるんじゃないかと思っていた時があったんですが、やっぱりこれはどうにもならないということで、最初イギリスに、でそれからアメリカに亡命しています。戦後は西ドイツに戻って執筆と教育活動をしていて、啓蒙の弁証法と岩波弁公でも有名なやつとか、否定弁証法、あと死後出版の医学理論などがあります。で、なぜアドルノに関心を持ったのかということなんですけど、もともとはアドルノの音楽論への関心がありました。あのベルクの曲が割と好きでして、でそのベルクっていうまんまのタイトルの本があるらしいぞって手に取ってみたら、それがアドルノっていう人が書いた本だった。あるいはその不協和音っていう平凡者ライブラリーで読める本がありますが、それも結構あの面白いなと思って読んで、で哲学的な著作はその後で手に取るようになりました。で、それから哲学的なアイデア、これかなり面白いんじゃないかっていう感触を得られるようになって、で、この2つの経緯組み合わせて、アドルノの概念論は、アドルノの哲学は音楽論を手がかりに理解できるのではないかっていう感触を得られました。で、これには、一番最初の指導教員である、一橋大学言語社会研究科に過去にいた藤野博先生からのアドバイスがかなり大きかったです。で、従来からあった言語哲学、実践哲学への関心もそれに組み合わせて、あの本書のような研究になったっていうことがあります。その中心的主張ですけれども、対象との特定の関係に身を置き、その対象の来由をたどることというふうに要約できると思います。で、このアイデアを言語哲学、実践哲学両方の共通の核として提示する。で、アドルノのそもそも哲学に焦点を当てた研究っていうのが少なくとも日本語圏内ではまだまだ少ないし、海外に目を向けても言語哲学、実践哲学両方着目するっていう研究はまだまだ少数派なので、これ自体が一つの貢献になると思います。で、またちょっとあの補足なんですが、アドルノの哲学の最良の部分だと私はこれ思うんですけれども、アドルノ自身が対象との特定の関係に身を置いて、その来歴をたどるとかっていう丁寧な作業をしてないじゃないかって思える部分も多々ありまして、で特にあの悪名高いというか有名なのはジャズ批判だと思うんですね。で、
そういうのは一方でありつつも、近年の研究に目を向けると、あの参考文献は一番最後におきましたが、アドルノ哲学に基づいてジャズの批判的ポテンシャルを再構成するっていうかなり面白い研究もなされています。2018年なんでまだごく最近の研究なんですが。で、これのどういうあの原因があるかっていうことですけれども、あ、失礼しました。大きく第1章、第2章と第3章、第4章の2つに分かれまして、前半2つの章では、対象の来歴をたどるためには、その対象に適用される概念について、あの歴史的、社会的な文脈を踏まえた上で理解しなければならないっていうのを中心定義にしています。で、これは概念領域っていうのは、私たちの実践から独立の自己完結した領域を形成しているのではないっていうのを概念します。で、後半は道徳哲学的な考察がメインになりまして、私たちはあの対象と意のままにならない関係を結んでいて、その意味では不自由だと言えるけれども、その不自由の中で実現される自由の構想があるっていう話をメインにしています。で、これの補足なんですけれども、今年、私がとても尊敬しているというか、好きな哲学者、山口翔さんという方がいらっしゃるんですが、山口さんが2021年、今年の数ヶ月前くらいに日本哲学の最前線という本を出したんですけれども、国分光一郎、青山拓夫、千葉雅也、伊藤麻、古田哲也、駒野一徳というあの有名な6人の哲学者をあの人間の不自由へ目を向けるという根本的示唆を共有し、その共有示唆において相互に関連する自由論を提示する。不自由論を通した自由論という点で共通しているというまとめ方されているんですね。で振り返ってみれば、私のアドルノへの関心というのも一貫してこの視座の下でなされていたような気がしています。で、これはあの特に画伝飲水なのかもしれないなと自分でもちょっと思うんですが、必ずしも画伝飲水とは言い切れない部分があって、アドルノ研究上の蓄積もやはりあると思います。特に、マルティン・ゼールっていうあのとても面白い本を書く人がいるんですが、この人の研究はあの不自由の中で実現される自由っていう構想をアドルノから結構引き出しているところがあって、それ非常にあの面白いものだったとあの思います。で、ちょっと章ごとに簡単に解説していくんですよ。あまりちょっと親切に解説はできないかもしれません。申し訳ありません。第1章では従来アドルノについて言われていたアドルノは概念だとか言語だっていうものをもう放棄しようとしていた、全面的に批判しているんだっていう、まあ、一番弟子というか直弟子じゃないんですけれども、世代的に次の弟子筋にあたるハーバーマスに批判されたポイントなんですが、それにそういった批判に対してアドルノは概念や同一化する思考そのものではなく、同一化する思考のある特定の形態を批判しているっていう形で切り返しました。で、そこで問題設定はそもそも個別的なものの理解というのに向けられていて、個別的なものをよりよく理解するという目的に照らせば、概念っていうのをそれが形成しよう改定され他の概念と結びつく、さまざまな文脈の中で理解する必要があるだろう。で、音楽形式論もこのアイデアで読解することができ、なおかつ概念を実質的に理解すれば個別の対象をよりよく理解することができるんだっていう、その一体性、2つの作業が別個にあるんじゃなくて、それは1つのまとまりを成しているんだということをメインに言いました。第2章ではそれの言語実践上の帰結を引き出しまして、密着っていうふうに名付けたんですが、この密着っていうのもアドルノ自身が使っている言葉をキーワードとして取り出したものです。で、細かい議論は完全に端折っちゃうんですけれども、密着っていうのを表象と換気っていう2つのキーワードとの対比で特徴付けました。で、一番下の2行ですが、対象の典型的な振る舞いを特典化するのが表象、それに対して対象についてはそもそも対象そのものについてはそもそも語り得ず、対象の語り方のみに関心を向けなければならないっていう禁欲主義が換気っていうふうに特徴大まかに特徴付けまして、いや、その2つどちらでもない道があるよっていうことで密着っていうのを提示したっていうのが第2章です。第3章は主に音楽論の読解からなるんですが、
アドルノの自然支配概念っていうのは大体あの自然支配を批判するっていう形でアドルノを主張してたっていうふうにまとめられることが多いんですが、概念について言われたことが自然支配についても言えるんじゃないか。すなわち自然支配っていうのは批判すべきものだけれども、3行目ですけれども、両利的なんじゃないか。自然支配っていうのは暴力的であるが同時に、その暴力を批判的に反省するためのリソースとして理解した方がいいんじゃないかということで、その時にあのキーワードになるのが音楽論で扱われる素材っていう概念でした。で、素材っていうのを元々の音楽論の文脈からさらに拡張して、主体が前にする意のままにならないものっていう形で考えて、まあ、最終的にはその意のままにならないものを前にして生成としての自己開示が大事なんですよっていう話を結論として持ってきています。それが自分自身のまとまりを喪失しつつ、同時にそれが特定の関係にあるとして開かれているというようなものなんですが、それを踏まえて第4章では道徳哲学的アイデアを再構成するということをやっています。で、3つ目の黒丸、フライアンハーデンの部分はかなり細かい議論をやってるんですが、まあ、メインの主張としては4つ目の黒丸、道徳哲学は個別の状況から切り離して完結させられないっていう、この部分がメインになります。で、持続的な理論構築を回避するための否定的な、あくまでもポジティブじゃなくてネガティブな参照点が必要だということで、それが私の身体の苦しみではないかという形でまとめております。これが本書の主な内容なんですが、補足としまして、結構あのこれ私としてはあの賛否両論あるだろうけれども、結構議論関係的な例だったんじゃないかなと思うのが、一つはあの本書の126から7ページに書いてある中なんですけれども、オリンピックエンベレム盗作疑惑問題というのを例として扱いました。で、あの、まあ、トラブルとスキャンダルしかないようなオリンピック東京大会 の、まあ、あの呪いだとか孤独だとかも言われたりもしますが、そのうちの一つだっていう形で挙げられることもあるこのエンベレム盗作疑惑問題なんですけれども、この問題に関してはあの不幸な問題だったんじゃないかなと私個人としては思っておりまして、それは何かと言いますと、エンベレム発表した数日後にこれ似てるぞって言われて、で、組織委員会と制作者である佐野は会見を行うんです。で、会見で3つ目の黒4つ目の黒丸ですが、エンベレムの制作過程を説明したんですね。こういう経緯で制作しましたっていう形で盗作疑惑に答えようとしました。で、それに対して、いやでも見た感じ似てるじゃないかっていうふうに聞いてる人は思って納得しなかったわけです。一番下の黒丸ですが、盗作かどうかにのみ関心を持つ人にとっては、どういうふうな経緯で制作したのかっていうのは関連性を持たないように見えた。で、疑問としては制作過程の説明、まあ、これはあの来歴の一つだと思うんですが、それは制作されたものの見方にとって関連性がないのだろうか。いや、あるはずだっていうのが私がアドルノから得た洞察で、制作されたエンブレムを弁別するために必要なデザインの知識、それはデザインという対象との実践的な関わりを通してのみ獲得できるものであって、できたものが形上なんかこれに似てるんじゃないかっていうだけ、そこにしか関心が持てないっていうのは難しい、ちょっとあのダメなんじゃないかっていうことを言っています、言いました。で、松田さんっていうデザイン史の研究している方がいるんですが、デザインの歴史をちゃんと把握していたなら言われなき盗作疑惑を起こらなかったと思われる時点だってっていうふうに言っておりまして、これ私もちょっとはあの賛成するところであります。まあ、以上がちょっと補足なんですが、まあ、貢献といってもアドルノ研究上の貢献としては、まあ、さっき言ったように言語哲学と実践哲学両方やりましたっていう部分で、これはあの細かく言えば結構あの理論的な貢献、アドルの解釈上の貢献だけじゃなくて理論的な貢献もできるんじゃないかなと思います。で、もう一つがアドルノの音楽論から哲学的理論を発掘するっていうことで、これは多分あの海外に目を向けてもそういうことをやってる人はとても少ないんじゃないかなと思います。で、アドルノの音楽論はより広い哲学的文脈の中で理解できるのであって、これまでの研究で別々に扱われがちだった仕事を包括的に理解することにも貢献できたかなと思います。不十分さをちょっと4つほど挙げたいと思うんですが、これはあの結構あの個人的な反省の部分になりますので飛ばしで、一つは自由論、これはあの音楽論の話になってしまったんですが、結構あの
最終的に放棄した賞があるんで、それをなんとかしなきゃなっていうのがあります。で、2つ目が美学理論で、美学上の市長の美学理論にはほとんど触れてないんで、それくじいくんじゃないか、まあ、これもちょっとあの小さいことなんですが、で、論旨の不明瞭さっていうのは結構見逃せない部分あるかなと思うんですけれども、その場に言い合わせるってメインタイトルにもなってるけれども、それが結局どういうことなのかっていうのがあまりよく分かんない。で、何をしたらその場に居合わせることになるのかっていう基準を定式化できないよっていうのがメインの主張になるんですけれども、メインの主張がこんなネガティブな主張で何を言ったことになるのかっていうのはあまり自分もよく分かってないんですよね。で、もう一つが定式化された道徳規範の共有可能性とか、括弧3にもつながる論点なんですが、一応これを成果として主張したものの、共有可能な規範を定式化するっていう課題は現実無視できないんじゃないかって、こういう2つの課題があると思います。で、展開の可能性なんですけれども、最近というか、去年くらいに読んですごい面白いなって思った本が、東畑さんの、参考文献に2000でありましたが、いるのは辛いよっていう本がありまして、居合わせるっていうことを簡単にメインタイトルでは書かれてるけれども、それって実際に難しいんじゃないかっていう考察が全然足りなかったなと思いまして、で、居合わせること、来歴をたどることっていうのは、最終的には他の誰かと共有可能な成果とか、そのエビデンスっていうのをもたらさないって、もたらさないからこそ、その豊かさがあるっていう話をしたんですが、これ、東畑さんの言葉ですけれども、会計の声とひどく相性が悪い。ので、まあ会計監査文化に対するカウンターとしてのアドルノ哲学っていうふうにちょっと言ってみましたが、こういう展開の可能性はあるんじゃないかなっていうのが一つです。で、もう一つが、対面的実践の理解を深める。で、まあ、これはカウンセリングの場面でやっていることと結構近いんじゃないかなっていう、そこからの展開の可能性です。で、すみません、ちょっと時間をオーバーしてしまいましたが、大体以上になります。ミュートしてました、ごめんなさい。森さん、ありがとうございました。まあ、この本の内容を説明していただいても、まあ、確かに白論出されてからもう2年ぐらい経つんですかね。5年半。もう次の展開も見えてきているということで、まあ、そこまで紹介していただきましたけども。では続いて、じゃあ、ゆうやさんの方から、お願いします、よろしくお願いします。龍谷大学のニューヤと申します。一応アドルノの研究者というふうになっているんですけども、まあその、肩書きに即して、まあプロパーの立場から今日は、論評をしたいと思います。早速ですけども画面共有する形で、いきます。このペーパーはチャットでも表示されていると思いますので、皆さん適宜、まあ、見ながら、ご参照ください、で森さんのその場に居合わせる思考言語と道徳をめぐるアドルノへのコメントあるということです。でまず全体的な感想を申し上げますと、まあこの森さんの著書ですけども、目次はこういうふうになっているんですね。で序論、第1章概念、第2章叙述、第3章自由、第4章道徳、そして結論ということで、まあ、で第1章の概念でいうと、第1章からさらに、まあ、説に分かれていくと、で説がさらにセリー状に、細かな説に分かれていくという形をとっているわけですね。でまあ、これはビトゲンシュタインの論理哲学論考を思わせるような構成になっていて、非常にシステマチックな構成だというふうに思うんですね。で、まあ、補足説明すると、割とドイツ系の若手の研究者はこういう書き方をする人が最近多いように思います。1の1、1の1の1、1の1の2、1の1の2の1とか、そういうふうな形で、セリー上に議論を組み立てるっていうふうなやり方を割とドイツの若手の研究者は取る人が多いんですけども、
アドレノ研究でこういうやり方を取るっていうのは非常に珍しいというか面白かった。で、あえてアドレノ的手法あるいは従来のアドレノ解釈との差異化を図っているのではないかと。つまり、非常に明晰で体系的、そして何より哲学的な論述になっているんですけども、アドルノという人自身が体系を嫌った人でもあるわけですね。そういう意味では、アドルノ研究者の中には、非体系的な論述を自分もやると。あるいは、SF に書くのがアドルノの意図に沿うだろうという形で、まあ、わからない曖昧さを良しとしているところがないわけではないと思うんですね。そういう意味では、割とクリティカルにアドルノとの距離を置きつつあくまで哲学的な議論を構築しようと、意図しているというふうに私は読みました。で、下に行きまして、本書の目的はアドルノの言語哲学及び実践哲学に関わるアイデアを、再構成することであるというふうに森さん述べられています。でそのために、まあ、アドルノ研究ではよく知られた一次文献に加えてもちろんこれはアドルノ自身が書いた、著書、あるいは、まあ、論文ですね。でそうした一次文献に加えて戦後のアドルノが行った講義録、これは最近、まあ、ズーアカンプから続々と出ているもので日本語訳にも数冊なってますけども当然日本訳のものがまだあるわけですね。まだ出版が、進行中だったと思います。で、まあ、そうした戦後アドルノがフランクフルト大学に帰国して行った講義録未翻訳のものも含めて議論に、まあ、含み入れる。で膨大な二次文献を参照しアドルノの認識論的存在論的な方法の輪郭を浮かび上がらせると同時に、まあアドルノ解釈に対する誤解や修正や批判がなせる。つまりそれはアドルノ解釈としてはおかしいんじゃないかということでアドルノ研究者に対する、まあ、森さんなりの修正や批判がなされるというふうな形になっていると思います。で、二次文献膨大な量を参照しというふうに音は聞こえてますか？大丈夫ですか？大丈夫です。聞こえてます。はい。あ、牧野さんからちょっと途切れるというふうに指摘があったんですけど、まあ、ちょっと進めさせてもらいます。読んだ感想で言うと、おそらくこれほどアドルノ研究の二次文献をうまく活用された研究所は、前代未聞じゃないかっていうぐらいに、膨大な量を、まあ、若手でありながらっていう言い方は失礼ですけども、まあ、これほど読みこなして、著書に反映させるっていうことは、これはまあ、今後数十年はないんじゃないかなっていうぐらいによくされているなというふうに思いました。で、まあ、具体的にはハーバーマスとかアルブレヒト・ヴェルマといったフランクフルト学科のいわゆる第二世代の古典的著作だけではなくて、英米圏の議論ですね、バーンスタインとかシェリー・ウェバー・ニコルセンとか、あるいは最近に至るまでドイツ国会での研究用語ですね、アルブレヒト・ヴェルマの弟子筋にあたる第三世代のクリストフ・メンケとか、あるいは、マルティン・ゼールとか、それから、何といっても本書の議論に批判的な力脚点を提供しているアクセル・ホネット、まあ、第三世代の代表者、承認論の、トップランナーと言われているアクセル・ホネットのアドルノ論のほかに、新世代とも言うべきフィリップ・ホッホらによるアドルノ言語哲学の再活性化の動きと、フィリップ・ホッホの編集のシュプラヒュント・クリティッシュ・テオリーというのが2016年に出ているんですが、これも単純に踏まえられているなと。フィリップ・ホッホっていうのは、確か、オルテンブルクで、ステファン・ミュラー・ドーブの弟子に当たるのかなっていうふうに思うんですけども、私も一度会ったことがあるんですが、若手の研究者ですね。で、まあ、そういった最新の研究動向も踏まえられた、手堅い労作だっていうのが、私の印象になります。はい。じゃあ、具体的に内容に入っていこうかなと思うんですが、先ほど森さんが辞書の紹介でも、まあ言われているところなんですが、アドルノの規範的なアイデアの骨子を再構成するということで、まあ、
ある対象が存在する特定のに居合わせ、その対象の来歴をたどるというふうに森さんは述べられています。で、これ基本的には、つまり持続性批判というふうにまとめることができるかなと思います。つまり概念にしても、叙述にしても、自由にしても、道徳にしても、それ自体として成立することはない。概念であれば概念ならざるものとの関係性、叙述においてもそうですし、自由においても、先ほど森さんは不自由の中の自由というふうな言われ方を、表現されたと思うんですね。道徳にしてもそうですね、いわゆる道徳的な確立というものを一律に当てはめて、そしてそれでよしということはありえないということですね。常にある対象が存在する特定の文脈を、信釈しなければ、正しいアプローチはできないということになるわけですね。ただこれは文脈主義と同じかというと、これは微妙に違う。ましてや文脈還元主義とは違うっていうことで、ちょっと注意を要するかなと思います。で、文脈還元主義を取ると、結局状況がそうなっているんだから仕方がないじゃないかと。例えば不自由の中の自由といっても、結局不自由なんだから、仕方がないっていう、それだと現状肯定主義、現状肯定になってしまうわけですね。そういう意味では、文脈主義っていう言葉を使ってもいいかなと思うんですが、おそらく森さんの立場はある種の文脈還元主義、つまり現実はこうなんだっていうふうな、現状そのまま受け入れるっていうことは全く違う立場を取られているんじゃないかなっていうふうに思いました。で、このある対象が存在する特定の場所に居合わせ、その対象の来歴をたどるっていうことなんですが、私なりに一般的な形で表現すれば、物事というものはゼロから、あるいは純粋に私自身の力でもって物事をスタートさせる、始めることはできないということ、まあ、こういった主張になると思うんですね。で、私というものは常にすでに様々な他者との意のままにならないような関係性に巻き込まれておる。森さんも巻き込まれるっていう言い方を多分本の中で使われてたと思うんですけども、期せずして誰かを傷つけたり、あるいは誰かを傷つけたり、あるいは誰かに傷つけられたりするような、まあ私なりの言い方で言うと視界不良な状態の中で、その都度生成変化する世界に、まあ、参与せざるを得ないと、こういった思いというか感触のもとで森さんはアドルノの批判的な腰をまとめられているんじゃないかなというふうに思うわけですね。物事っていうのは常に始まっている。私はそこに巻き込まれている。しかも単に自動的に巻き込まれているだけではなくて、私が誰かを期せずして巻き込んでいるっていうような、そういった見通しの、立たない、そういった変化する世界において、一体道徳的に振る舞うとはどういうことかっていうような、そういう問題意識が、森さんの中にあるかなというふうに思うんですね。で、これは、森さん、意識されているかどうか分かりませんけれども、ジュディス・バトラーがアドルノ論としても発表された Giving an Account of Oneself っていう本が2005年に出てるんですけども、この、バトラーのアドルノ論と非常に歩調が合っているといいますか、一致するような見解かなというふうにも思いました。ただ、来歴をたどるっていうような言葉が森さんの本の中に繰り返し出てくるんですけども、来歴をたどるっていうアイデアがやや不明瞭な気もいたします。つまり来歴をたどるっていうのは歴史的なアプローチにはないにせよ、風向的な経営学のアプローチに近いのかなと、つまり来歴をたどるっていうのは、例えば概念っていうものがどういう歴史的背景から出てきたかとか、どういった社会的情勢から自由とか、あるいは主体という言葉があっていうような、そういう歴史的な、見直し、来歴をたどるっていうのとはやっぱり違う気がするんですね。で、そうなると、風向的なゲネアロジーのようなアプローチ、例えば精神医学っていうような発想がどういった言説のもとで浮かび上がってくるかっていうような、ある種の力関係とか権力関係を踏まえた、歴史的な、追跡かなというふうにも思うんですけども、このあたりがちょっと私には難しいっていうか、ちょっと不明瞭だったかなと思います。で、端的に言うと、
私は歴史的アプローチはアドルノにはまずないと思っているんですね。つまり通常の哲学者が行うようなこの概念の背景にはこういう、まあ概念があってっていうふうな形である種の歴史的な確認っていうことをアドルノはほとんどやってない。ただ、これは私ちょっと専門外っていうかちょっと弱いところなのでできなかったんですけども、おそらくそのあたりは森さんがアドルノの音楽論において音楽の形式フォルムっていうものが一体どういう、まあ、あの来歴のもとで出てきたか、例えば十二音義本とか、不協和音とか、あるいは調整とか、いわゆる、まあ、あのヨーロッパ的な音楽の、系譜っていうことでおそらく来歴っていう発想をされているかなというふうに思うんですが、まあ、あの哲学の分野でいうと来歴をたどるっていうことが一体どういうことなのかっていうのは改めて聞いてみたいなというふうに思ったところです。はい、でちょっと続けまして、理念や、理性や概念に対するアドルノの両義的なアプローチというものを森さんは強調されておられます。これはあの先ほど森さんが自著の紹介でされているようにアドルノは理性や概念を全面的に否定しているっていうようなハーバーマス、あるいはハーバーマスの主張を受けたホネットの主張とは逆にそうではないと。アドルノというものは、やはり非合理性とか、あるいは理性に対する根本的な不信というものとは違う。やはり理性に対する信頼、あるいは、概念を使用するというところがきちっとあると。で、これをまあ森さんは理性や概念の自己反省という弁証法的な実践ないしのプロセスの強調ということで述べられていると思うんですね。理性自身の自己反省というような、つまり理性や概念が自らを全面的に否定するのではなくて部分的に、つまり行き過ぎた理性の使用であったり、それこそ同一性という言葉で、つまり物事を一括して、ある同じ様相のもとで捉えるような、そうした合理性とは、一線を画すような理性使用ということを森さんは、まあ、アイデアから取り出そうというふうにされていると思うんですね。このあたりからやや錯綜した話を、いきたいと思うんですけども、じゃあ、場所に居合わせてその対象の来歴をたどるっていうのは、もう少し分かりやすくすると、どういった方法論なんだっていうことで、これは、ちょっと最初に列挙させてもらうと、森さんはこういうふうに述べられているんですね。対象から距離を取ることと対象に密着することという相反する思考を同時に含むと。あるいはこういうふうにも述べられていましたね。概念的思考の自己反省が遂行されるならば、個別の対象を適切に理解するための感受性も同時に発揮されていると。でちょっと下、私書いているところは飛ばしまして、個別の作品との、関係性の内部に身を置いて沈潜することで、その作品が置かれた来歴、ネットワークへと漕い出るという二重運動というふうなことも言われていますけども、つまり密着する距離を取るっていうこと、相反する思考性を同時に含むっていうことですね。あるいは対象に対象から離れるっていうような、相反する方向性を含むと、つまりこれはもっと分かりやすく言うと近づきと遠ざかりの運動っていうふうに表現してもいいと思うんですね。近づきと遠ざかり、つまりものすごく近づくことによってで、ことによってというかものすごく近づくっていうことと遠ざかるっていうことが、同時に起きると、これをまあ森さんは弁証法的運動っていうふうに言われるわけですね。で、このあたりをちょっともう少し分かりやすくということで、今回私が4コマ漫画でちょっと表現してみました。こんなふうに、1、2、3、4というふうにやって、で、これを森さんは、幸い、アドルノにおけるデカルト解釈における周知的な戦略ということで、アドルノのデカルト論のある種の特徴を述べられているところがありますから、そこを用いて、可能な限り分かりやすく、述べてみようかなと思うんですね。で、1番ですが、これインパルスって衝動ってありますけど、ちょっとこれ気にしないと言いますか、
まあまあ記入してもらってもいいんですが、つまり、まあこれあの名ですね、で遠くから対象を眺めていると、で遠くから対象を眺めているとその対象というものはある種の安定性をまあ保持しているように見えると、例えばデカルトの明晰反応な、まあ考え方、例えば森さんが書かれているところで言うとデカルトが方法除雪で、まあ近代的な、方法、科学的な方法ということで、まあ例えば全体を部分に分けるというか、あるいは決まった原則しか使わないっていうような明晰反応な方法というものがデカルトの中にはあると、それはある種安定した体系を提供しているように見えると、ところが近づいてみるとそこにほころびっていうものが見えるわけですね。でこれはあの近づいてみてある種の惑星の表面みたいになってますけど、思いっきり近づいて、そういったほころびを見るというふうなことで、2番のフェーズで、紹介しています。でちなみにこれはアドルノの中にもあって、例えばアドルノは有名なミニマモラリアの中において、君の目の中の塵こそはこの上ない拡大鏡の役目をしているのだと、こういった眼蓄ある言い方をされているんですね。君の目の中の塵はこの上ない拡大鏡の役割をしていると。あるいは、まあ精神分析においてはその誇張された面だけが必要であるというふうにありますが、まあ要するに誇張するわけですね、アドルノは。この対象に思いっきり近づいて、それこそ対象にべったり近づくと何かここにほころびが見えるじゃないかっていう形でそこを強調して言うと、例えばデカルトで言うと、デカルトが、不要なものは必要でないと、方法論というものは数少なければ少ないほど明晰判明になる、あるいは、全体を部分に分けるときも必要なだけ部分に分ければいいっていうところで、アドルノはそこに対してきめ細やかやあまりにも複雑なものに対する憎悪を発見すると、まあ、これは森さん書かれているところですね。つまり近づいてみるとある意味非常にクールに、小さな、デカルトの方法の中に、極端な情念、つまり決心であったり時間をかけさえすれば対象というものが明晰反応に捉えられるといったような無時間性、つまりそれは時速性ですね、あるいは、まあ、先ほど言いましたような、細かなもの、あまりにも複雑なものに対する憎悪、つまり一見すると情念とは無関係に見えるようなデカルトの組み立てられた体系の中にある種の暴力性を発見するわけですね。つまりそれが憎悪であったり決心であったり時間をいくらかけても構わないっていうような、そういった、無限な、まあ、あの猶予というふうに言ってもいいかもしれません、そういった形で体系のほころびを無理に拡大するっていうようなそういう誇張的なレトリックをアドルノは使うわけですね。これは森さん自身が書かれているようにアドルノは講義録の中でデカルトの方法除雪について、教科書的に述べるつもりはさらさらないと、まあ、これはアドルノの情報的なアプローチですね。つまりある特定の違和感、つまりそれが、まあ、私に言わせればインパルスなんですが、親って思うような自分の違和感に即して対象の特定の場面、デカルトのちょっとこれはおかしいんじゃないかなっていうふうな部分を無理に拡大する。そうすると、まあ、フェーズの3番に移りますけども、安定しているように見えたデカルトの体系とか、考え方っていうものがほころびを見せてある意味バラバラに砕けると、いうことですね。つまりそれは先ほどの話で言うと、まあ、非常に中立的に組み立てられているように思えるようなデカルトの体系が対象に対する、距離とかあるいは細かなものに対する憎悪、あるいは、対象がなくても思考の一環でするような支配感情であるとか、そういったさまざまな情念、さまざまな複雑な要素によってデカルトの体系が組み立てられているなっていうことが判明してくるわけですね。そうやって対象をバラバラにしてその対象を構成するようなさまざまな要素から改めてデカルトを眺める、これがフェーズの4番になります。つまり近づくことによって自分の違和感に即して対象をバラバラにする、
そしてバラバラにしたところで改めて一体デカルトの明晰反応の判断というものはどういうものだったかということを遠くから俯瞰するような、そういった、観点が取れると。ですから1番から4番にっていうものが近づきと遠ざかり、つまり近づくことによって、ある意味暴力的に対象を破壊する、破壊することによって、対象が持っているような、そういったさまざまな要素がまさにコンステレーション、星座的な縁において見えてくると、こういうふうな構成だと私は認識いたしました。はい、あと10分ほどでお話を終わりますけども、じゃあプロパーの立場から、じゃあ森さんの主張って、どういう問題があるのかなっていうふうなことでいくつか、指摘させてもらいますと、森さんは理性の全面批判ということで、ホネットを取り上げられて、ホネット、ハーバーマス、当時、指導を受けていた、ハーバーマスの下でホネットが、頭角を現すわけなんですが、ハーバーマスから受け継いでいると、つまりアドルノの、理性の全面批判をホネットも受け継いでいるということで、ホネットの議論を、元にして森さんが、議論構築をされているんですけども、ホネットの取り上げ方がやや雑のように思われるわけですね。つまり、やっぱりホネットは、よくできているというか、ある意味森さんの発想に近い部分でアドルノを読んでいるところもあって、これ私下にホネットのアドルノ論の系譜ということで一応書いたんですけども、まず実質的なデビュー作としてホネットは権力の批判というものを1985年に出版しています。でその後フーコーとアドルノ近代批判の2つの景色、世界の未知平を切り開く批判の可能性と、あるいは物証化、遂行される正義、アドルノ非軽弁証の序論についてということで、出てるんですね。で、この中で森さんは権力の批判と世界の未知平を切り開く批判の可能性、それから遂行される正義、3つ取り上げられていると思うんですけども、権力の批判以降においては、森さん自身が中で書かれているように、実はハーバーマス的な理性の全面否定というものとは違うアドルノへのアプローチはホネットをやっているわけですね。でそれを森さんは中でも触れられているので、ただ読んでいる方としてはホネットに対するスタンス、森さん自身のスタンスというのがちょっと分かりにくくなっているんじゃないかなというふうに思います。でやはりその主論の方でホネットを批判的に取り上げつつ、中の方で割と肯定的にホネットの権力の批判以降の議論を取り上げられているものですから、私にはよくわかるんですけども、読む方としてはちょっと非常に混乱するところがあったんじゃないかなというふうに思うんですね。で私の読みで言うと、すでに権力の批判の中にもハーバーマスを批判しつつ、アドルノはやっぱり身体や感情へ注目したっていう点で、ホネットはアドルノを評価するわけですね。で、そういう点で言うと、フーコーとアドルノっていう1986年論文においては、すでにアドルノに対するアプローチっていうものが非常に肯定的になっている。つまりそれはどういうことかっていうと、ある意味、フーコー自身が理性の全面的批判、つまり権力一元論っていうことで、道徳的な議論ができないようなところまでフーコーは言っちゃってると。ところがそういう系譜学的に理性っていうもののある種の暴力性だけを追い詰めるようなフーコーの議論とは違う議論がアドルノにもあるんじゃないかっていうことは、すでに1986年のこの論文においてホネットは指摘しているわけですね。そういう意味ではちょっとホネットのアドルノ論の系譜っていうものをもう少し整理された方が読んでいる方としては分かりやすかったんじゃないかなというふうに思います。でそれから、習字的な誇張についてで、扱いにブレがあるように思われる、これはどういうことかというと、非常にちょっとニッチな話になるわけなんですが、先ほどのデカルト、解釈においても森さん自身がアドルノのそういう習字的なレトリカルな、ユーバートライブン、誇張というものを評価されながらも、自然支配の議論だったと思うんですけども、そういった習字っていうものはあまり有効ではないと、自然支配の両義性を捉えるのにあまり有効ではないっていうふうなことを多分書かれたと思うんですけども、ただ私の読みで言うと、
誇張っていうものは、あえてアドルノは誇張的な議論をしている。つまりそれは何かっていうと、概念を用いる側自身が概念の暴力性に気づくっていうことで、あえて暴力的な議論をぶつけて、暴力の中で暴力を否定するような、そういった戦略をアドルノは取っているわけですね。そういう意味では誇張というものはそもそも自己反省をジャッジするものではなかったかなと。そういう点では誇張っていうものをどう評価するかっていうところで、やはり私としてはそういったユーバートライブンが持っている両義性っていうものをやはり踏まえる必要があって、そこはまあ、レトリック、まあ、あるいはまあアドルノのそういうレトリカルなスタンスっていうものは暴力性と非暴力性で二元論的に分かれているんだっていうふうに確か森さん書かれてたと思うんですけど、やっぱり暴力そのものを誇張っていうものは含み込んでいる。つまりまあこれは多分森さんの最初の指導教官だった、藤野さんがどうか書かれたと思うんですけど、アドルノっては暴力的なんですね。非常に物事を決めつけるわけですよ。西洋の歴史っていうのは自然史派の歴史だってバンと言っちゃってる。で、そうやって暴力的に決めつけることを通して、そういった決めつけ自身の限界に気づくよう気づかせるような、そういったまあ治療的というか自己治療的な戦略っていうものをアドルノは取っていて、まあそういった戦略については複数の論者が指摘されしているところだし、まあフォーネット自身も指摘しているところなので、そういった習字的な誇張について、まあそれは限界があるっていうふうにまあ森さん書かれているんですが、ちょっとそのあたりの議論は丁寧にするべきじゃなかったかなっていうふうにまあ私自身として思いました。で、私がまあ下手くそなこの漫画で書いたんですけども、こういった物事の極端な面に近づきすぎると、で見えないところも拡大して見ちゃうっていうところについては、やはり精神分析であったり、あるいは同時代のシュルレアリズム運動のような芸術運動からの影響っていうものもあって、そこもまあ一応まあ、指摘しておく方がいいかなというふうに思いました。まあそこにはイロニーとかパロディの様子っていうのもあるんですが、ちょっとこれはややこしいのでちょっと飛ばします。はい、あともう少しで終わります。で、まあこのあたりはまあまあ、上の議論も結びつくんですが、まあ、森さんは概念の自己反省ということでこう突き通すわけなんですが、そもそも自己反省でいいのか、そこに限界はないのかと。つまり自分が自分を反省するっていうような仕方はやはり他者の視点を欠いていると、まあ、これはありきたりな議論になるかもしれませんが、70年代からジェシカ・ベンジャミンとか、あるいはハーバーマスがアドルノには相互主観的な観点がないよねっていうふうに言ってるわけですね。で、そういったベンジャミンとかハーバーマス以来の批判っていうものは無効なのかと、アドルノ自身がやはり自己防衛的な身振りがあるものですから、まあ、ちょっとこれはちょっと今回はあまり途切れ上げることはできないんですけども、彼自身が非常に自己保存的な人間でもあるわけですね。まあ、これはアメリカに言って、例えば精神分析を彼だけが受けなかったとか、いろいろまあ言えばキリがないんですけども、内々を見せない、自分に触れさせないっていうところがアドルノにあって、そういう意味では自己反省っていう戦略の限界っていうものもやっぱり指摘しておく、あるいは踏まえておく必要があるかなと思います。で、ちょっと下行きまして、本のタイトル、その場に居合わせる思考っていうのは、私の見方で言うと、やはりそういったアドルノの弁証法的な動きっていうのは身体的な身振りを含んでいる。つまりそれはどういうことかっていうと、先ほどの近づきと遠ざかりっていうものの背景として、森さん自身が、私に言わせれば対象に対する違和感とか、あるいは苦しみっていう言葉を使われてたと思うんですが、そういったある種の情念を立脚点にして思考が展開するっていう部分もある。そういう意味では身体的でもあるようなアドルノの弁証法的な身振りを表すのに思考っていうことだけでよかったかなと。あるいは森さん自身が居合わせるっていうことで結局曖昧になっちゃったっていうふうに言われてたと思うんですが、これはタイトルだからしょうがないなと思うんですけども、おそらく森さん自身の本意としては、そういった近づきと遠ざかりの弁証法的な運動っていうものを、運動の中にどういった規範的な価値を見出すかっていう、そういった問題意識が、あったんじゃないかなっていうふうに、思いました。はい、チャットで私のスライドはダウンロード可能ですかってありますが、チャットの一番最初に私 の, あの、
テクストがあると思いますので。はい。それから、あと2点だけか、言って終わりたいと思うんですが、まあ、もう少しアドルノに対して批判的であってもよかったんじゃないかと。まあ、これは読んでると、まあ、全面に、ある意味全面擁護になっているので、まあ、それでいいのかなっていうような、そういった、まあ、端的な、まあ、思いです。で、それから、まあ、これは第4章の道徳のところで、アドルノには善の構想はないかっていうふうなことで、まあ、善の構想はない。まあ、ある意味否定弁証法ですから、苦しみっていうネガティブなまあものがまあ主に取り上げられていたんですが、おそらく私は私自身 の、 まああのまあ研究の感触でいうと、やはり性的なもの、あるいはエロス的なもの、ある種の身体的なトリープっていうものがあって、アドルノ自身はおそらく宗教的にはまあ、これはカントに言わせればとんでもないっていうふうになるかもしれませんが、おそらく宗教的には道徳的な正しさと、公害化するというものが一致する一点を何とか見つけ出したいっていう思いがあったと思うんですね。そういう意味では、善の構想としてエロスや愛っていうものがおそらくアドルノの思考の片隅にあったかなと思うんですね。決して苦しみっていうものだけではなくて、そういった、まあ、セクシャルなもの、あるいは、まあまあ、これは何ていうか、おそらくは動物的な生活に対するアドルノの一種の憧れのようなものがあったように思うんですね。彼の生活には常に、まあ、犬とか動物の姿があったもの、あるいは、まあ、アメリカにおいては、領海外に、まあ、離れた両親との手紙のやり取りにおいて、自分をカバとか、あるいは、まあ、鈍重な、まあ、牛だったかな、ちょっと、忘れたんですが、草食動物に模しているようなところがあって、やはりそういった動物に対する憧れって言いますかね、そういったものが あって、で、まあ、それは、まあ、道徳的に、まあ、扱い難しいかなと思うんですが、非常にポジティブなものとしてアドルノにはあったように思うんですね。そこもやはり踏まえて議論された、もう少し奥深い議論が、なされたんじゃないかなというふうに思いました。はい、ちょっと長々と喋ってしまいましたけども、私の方からは以上です。どうも森さん、ありがとうございました。はい、ニューエさん、どうもありがとうございました。すごくたくさんの論点があって、お二人のなんか、アドルノの読み方の違いみたいなのも出てきたかなというふうに思うんですけど、まあ、回答はまた後でいただくとして、予定だと次、牧野さんにお話ししていただく順番なんですけど、ちょっと、時間的にここで休憩入れた方がいいかなと思うので、どうですかね。ちょっとここで休憩入れさせていただいて、で、このイベント90分の予定でしたけど、多分伸びますということで、そのつもりでいらっしゃる皆さんに申し訳ないんですけども、まあ、ちょっとその覚悟も持ちつつ、ちょっと5分ぐらい休憩させていただければと思います。はい、じゃあ、牧野さん、お願いします。あ、はい、牧野沙織と申します。まず私お話しする前にチャット欄に質問が来てるんですけど、これは最後にまとめてお答えするっていう形で。そうですね、後で森さんの答えてもらうときに答えてもらおうかなと思ってます。あ、はい、わかりました。わかりました。じゃあ私が先にお話しさせていただきます。まずは画面共有します。よいしょ。この画面にしたんだっけ。はい、では、性文化を拒むことで私たちがすることについてというタイトルでお話しさせていただきます。で、今回、対象となる本、画面にするとちょっと動作がしづらい。その場に合わせる思考、言語と道徳をめぐるアドルノという本を、についてお話しさせていただきます。で、これが目次です。私自身、ビトゲンシュタイン研究者で、まあ、アドルノは専門外なんですけども、そういうことも踏まえて、ちょっと、私自身の読み方についてお話しさせていただきます。で、先ほど、
ニューヤ先生の話にもあったんですけど、まあ、読解的な、違う、習字的な戦略、読解方法ということについて、私は気になったので、この点に着目してお話しさせていただきます。まず私自身なんですが、専門が、まあ、ビットゲンシュタイン、特に後期ビットゲンシュタインで博論を書きました。で、他にいろいろとカベルとかヘーゲルとかホワイトヘッドとかにも手を出してまして、その、なんだろう、ビットゲンシュタインって意外になんかこう、他の哲学者と、なんだろう、結びつきづらいところがありまして、ビットゲンシュタインにしか読めない人間になってしまうと思ったのが、きっかけだったんですけれども、でも、いろんな哲学者との、対比みたいなのを考えることによって、何かこの、ビットゲンシュタイン哲学、うん、が与えてくれたものを、こう、拡大したり、いろんな対比ができるようになったりしたらいいなと思っています。あと、今回の話にあんまり関係ないんですけど、哲学に従事する初期キャリア研究者、特に女性の、まあ、女性といってもシス女性だけじゃなくて、いろんな意味での基準での女性がありますが、その自助グループをやってますので、もし関心のある方、いらっしゃいましたら、入っていただければと思います。で、私は自分から宣伝しちゃうタイプなんですけど、9月から、国ラボで、ビットゲンシュタインの哲学探求をあなたの自助伝として読むという、講座をやらせていただきます。で、そうですね。探求をそもそもどういうふうに読むかっていうのは大きい、なんていうか解釈の違いが根本的なところで出るような問題なんですけれども、私は読み手の事故とか、あとはビットゲンシュタイン、筆者ビットゲンシュタインの事故とか、あとは台湾の中に出てくるビットゲンシュタインの事故とかっていうのの炙り出しという観点から探求を読むっていうのをやってます。それをなんか皆さんと共有できたらなと思っています。で先ほども言いましたが、私は素人でアドルノに関してはほとんど知識がありません。で、ほとんどっていうのはなんか、あれで、まあ、全く知識がないって言っても、そっちの方がいいかもしれません。なので、まあ、アドルノ研究としての居合わせ、あ、これ、私が勝手に森さんの本を省略して居合わせって呼んでるんですけど、森さんの本を評価することはできませんで、まあ、でも、ニューヤ先生がいろいろやってくれたから別に私がやらなくていいと思いますが、ただ、素人なので、まあ、ここはこういう理解で合ってますかっていう感じで、森さんにちょっと、確認させていただくことがあるかと思います。で、まず、私自身、ビットゲンシュタイン研究者ということもありまして、もうビットゲンシュタイン哲学との比較というのを意識せずにやってしまうことがあるので、最初にこの居合わせっていう本が、アドルノとビットゲンシュタインのとの関係について、どういうスタンスを取っているかについて確認しますと、まあ、かなり慎重な態度をとっていると思います。で、中でハンマーっていう人の解釈を引き合いに出していて、まあ、両者の対比はうまくいっていないと。で、ハンマーのそのビタゲンシュタイン理解に従えば、両者の違いではなく、むしろ連続性が出てしまうんじゃないかとか、ハンマーのアドルノ解釈というのは厳密には正しくないんじゃないかということが述べられていました。でこれはまあ細かいところですけれども、ハンマーのビットゲンシュタイン理解っていうのは、森さんのアドルノ解釈とどちらかというと合致するので、対比は出ないんじゃないかっていう話がハンマーの問題点として一つ。二つ目が、ハンマーのアドルノ解釈っていうのが厳密ではないので、ちょっと、ビットゲンシュタインとアドルノとの安易な対比はしない方がいいというようなニュアンスのことを中に書いていたかと思います。で、ただ森さんの懸念というのは、対比をするなってことじゃなくて、対比をすることで単純化や不正確な、主張がされることを避けたいということだったと思うので、私、ビットゲンシュタイン哲学に引き継げて喋るということ自体は、認めてもらえるのではないかと
思います。で、早速なんですけれども、なぜ私がタイトルに成分化を拒むということを入れたかと言いますと、これは、なんていうかな、読解手法を育てるということに一致するんじゃないかなというふうに、理解、したので、このようなタイトルにしました。で、その先ほど、ゆうや先生の話の中でも、あ、違うな、森さんか。森さんのスライドの中に、会計のカルチャーに対するカウンターというようなお話があったかと思います。その生産性とかっていうのをぶつけてくるんじゃないっていうような怒りみたいなものがアドルノにあるんじゃないかってことで、私も非常になんか、そこはピンときたんですけども、その成分化の文化の中に、成功的な体系以外のものは見ないものにするような文化の中に、この生産性を問うってことがあるんですが、そういうものを、ぶつけられたときに、どういうふうにそのアドルノ哲学の良さというのをこう説明していけるかってことにもちょっと関係してきます。で、そもそも成分化という言葉、非常に重要なキーワードで、私がこういうものだって言えるようなものじゃないと思うんですけど、私自身の理解として、ちょっとすいません、全画面だと操作しづらいので。ウィンドウみたいなのが、この全画面にしないとやっぱ字小さいですか？いや、一応読める大きさだと思います。大丈夫ですかね。全画面にしてかつ、ウィンドウを出すと画面の一部が見えなくなっちゃうので、ウィンドウを小さくすればいいのか。他のスピーカーの方の表情見えませんが、じゃあ、ウィンドウを最初にします。なので、ちょっとおかしいとことかあったら声で介入してください。表情は見えません。成分化なんですが、私自身の理解としては、ある哲学的洞察っていうのがあったときに、それを、正当化する、他者に納得させるための理論化を行ったり、体系化を行ったりするような、文化のことではないかと思います。で、これは言い換えると、ある固定的な立場というのを決めて、それをこう一つの、視点として動かさないことで、複数の文というものの、こう、なんだろうな、有機的な関係を作っていくような、そういう営みではないかと思います。また、ある洞察の主義や、主張、ある洞察があったときにそれを主義や主張として打ち出すことも、成分化に入るのではないかと思いますが、ちょっとここは微妙なところです。というのも、その、森さん自身は主張って言葉をアドルノのことを説明するときに使っているので、ちょっとこれは私の書きすぎかもしれませんが、何が言いたかったかというと、一つの文を立てて、それを中心として理論を構築していくような一つの固定的な立場みたいなものを作るっていうこと、が、その成分化の文化に含まれるんじゃないかということが言いたくて、主義とか主張かっていう言い方をしています。で、こういう意味での成分化を拒むというのは、これまでに提示されてきた何らかの哲学的立場に否を突きつけること。否を突きつけるっていうのが暴力と、でも違うのかな。否を突きつけるって暴力と一緒なんですかね。ちょっとわからなくなってきました。これまでの哲学的立場が含む暴力性を暴露することって言った方がいいかもしれません。で、自身が、成分化に陥らないような仕方で一をやるということ。これはつまり既存の方法に頼れないということを、意味してますが、成分化を拒むということは、これら一、二のことをやることだと、言えるのではないでしょうか。で、こうした意味での成分化を拒む哲学の意義を伝えるということは難しい面があるのではないかと推測します。はっきりとは、森さんは書いていらっしゃらなかったんですが、私はよくそのリトゲンシュタインとクワイエティズムみたいなテーマで、リトゲンシュタインというのは哲学を破壊しようとしただけで、
ポジティブなことは何もしてないんじゃないかというような、まあ、単純化にさらされることがあって、ちょっと一方的に共感してしまっているところがあります。で、このような疑問を持つ人に対しては、そもそも生産性っていう概念を、なんだろう、疑いなく使っていること自体が問題なんじゃないかっていうふうに、まあ、答えることができる。これも一つの答えだと思います。しかしながらそうすると、こう、相手とコミュニケーションができなくなってしまうので、この疑問を封じ込める以外の仕方で、成分化を拒む、まあ、否を言う哲学の良さっていうのを伝えられた方がいいなと、思っています。じゃあ、どうするかっていうと、こう読み手になんかメリットっていう方もなんか会計っぽいですよね。どうしたらいいんだろう。読み手に何かその、恩恵がある。読み手に嬉しいことがあるっていうような仕方で、成分化を拒む哲学の良さっていうのを伝えることができるのではないでしょうか。で、まあ、このような仕方で、アドルノないし、まあ、森さんの哲学っていうのを、の良さを伝えられるような観点を出したいと思ったので、まあ、読解手法を育てるという仕方で、この森さんの方を見直してみたいと思います。で、実際にこの本には習字的読解とか戦略とか効果とか解釈っていう言葉が何度も出てきます。で、これらの言葉に着目すると読み手側に生じる意義、アドルノのテクストを読むことで読み手が受け取ることのできる恩恵を見て取りやすくすることができるのではないでしょうか。で、これはもういいか。で、居合わせの読解手法。で、森さんは、アドルノのテクストに対する読解手法として、以下の2つの手法を参考にしていると思われます。1つ目が、アドルノが、デカルトのテクストを読む際に行った習字的読解。で、2つ目が、先ほどその、ニューヤ先生がホネットの扱いは雑っていうようなことで問題提起されてましたが、ホネットがアドルノのテクストを読む際に行った習字的戦略。この2つを参考にしていると思います。で、これの2つを参考にすることによって、どのような仕方で森さん自身の手法っていうのを形成しているのかについて考えてみます。まず、アドルノ自身の習字的読解です。アドルノがデカルトと対決するその姿勢を形容するならば、習字的というのがふさわしいだろう。すなわち、アドルノは、大抵は素通りされてしまうようなデカルトの言語表現を一見すると過剰とも思えるほどに強調し、そうしてその背後にある暗黙の想定を明示する。そして、そうして明示されたデカルトの考えとのコントラストによって自分の考えの輪郭を描き出しているのである。この点を踏まえて以下でアドルノの議論を、というふうに続いています。で、ちょうどこの下線を引いたところを、アドルノの読解、習字的読解として、まあ、定式化するのに使ってしまいます。そうしますと、アドルノの習字的読解の特徴として、1、大抵は素通りされてしまうようなテクストの言語表現を一見とすると過剰とも思えるほどに強調する。2、この強調により、テクストの背後にある暗黙の想定を明示する。3、そうして明示されたテクストの持つ考えとのコントラストによって自分の考えの輪郭を描き出す。というふうに特徴づけられるのではないかと思います。ちなみに、もともとの森さんの文ではデカルトの考えというふうになってたんですけども、ちょっと一般化して、言いたかったので、ここはテクストの自体が、有している考えっていうふうに書き換えてしまいました。森さんはこうした、アドルノの、習字的読解の手法について基本的に信頼していて、自身も同じ方法をとっているように見えます。例えばこの後で、取り上げますが、アーンといった前置詞、ウントといった接続詞が用いられる理由を単なる表現上の好みでしかないと考えるのではなく、アドルノの施策そのものが現れていることとして扱っています。
他方、ホネットの周知的戦略に関しては、先ほども新谷さんから、新谷先生から指摘がありましたが、まあ、ちょっと不十分なところがあるというような言い方をされています。自然支配概念を社会的支配のメカニズムを記述するための概念としてではなく、社会的支配についての私たちの認識を揺さぶり、拡張するための効果を狙った概念として理解するということ。これが、まあ、ホネットの周知的戦略と言われているものです。で、ホネット解釈のポイントは、啓蒙の弁証法の議論を一つの形状学的構想から導かれたものと解釈せず、社会の新たな見方を提起するための周知的戦略と捉えることにある、とも言われています。で、まあ、こうした記述からホネットの周知的戦略を以下のように特徴づけることができそうです。一つ目はアドルノのテクストを社会についての正しい理論的記述を与えようとするものとしては読まない。そうではなく、読み手に与える効果。どんな効果かというと、社会についての私たちの認知的枠組みを揺さぶり、社会の中の病理に気づかせる効果を与えるものとして読むとされています。で、森さんは、基本的にホネットの手法を有効なものと認めていますが、周知的戦略だけではアドルノの自然支配概念の重要な意味を捉え損ねると主張しています。で、この2つの、アドルノ的な周知的読解と、ホネット流の周知的、戦略とどういうふうに、活用というか参考にして、森さんの読解ができているかというものを考えますと、まず、アドルノ的周知性として、一字一句が施策の体現であるというような考えを、取り出すことができそうです。で、これは眼前にある事柄の尊重と、言い換えることができます。他方、ホネット的周知性の方は、あるテクストの性格というのは、読み手への効果を考えることで理解される。というものです。で、これはそのテクストのあるテクストが持つそのテクスト全体というものがあって、それが 何かその特定の効果のもとに読まれるべきだというようなものなので、まあ細かい一字一句に関する、なんだろうな、確率というよりも、テクスト全体に対する基本的な態度とでも言うべきものです。で、この2つの周知性っていうのは、やり方が下手だと、下手に実践すると相反する可能性があると思われます。まず前者のアドルノ的周知性なんですが、眼前にある事柄の尊重をするということが、その一歩間違えれば、テクストの根本的性格、そもそもアドルノがテクストで何をしようとしていたのかということを、見失わせる可能性があります。他方、ホネット的な周知性の方は、個々の言葉遣いの軽視に、やり方次第ではつながる。つまり、このテクストはこういう意図で書かれているんだということを枠組みとして決めつけてしまって、眼前にあるテクストの一字一句の特徴を無視して、無理やりこう自分の読み方の枠に当てはめるみたいなふうなことが、やり方次第では起こってしまうかもしれないということです。ですが、森さん自身はそのような、事態には陥ってないと思われます。むしろそのアドルノ的周知性とホネット的周知性の両方というものを、大事にしているように思われます。で、アドルノ的周知性が成り立つためにはホネット的周知性が必要であるし、その逆もまた受け入れられているように見えます。すなわち、テクストがそもそも何を目指しているかという構想がなければ、つまりホネット的な周知性がなければ、一字一句が置かれた当該の場所、ひとまとまりにテクストっていうことがなければ、当該の場所っていうことも意味を持たないので、一字一句がどういう、一字一句を検討するためのそのひとまとまりにテクスト概念が成立してない、成立しないことになってしまうので、
やはりホネット的習字性がなければアドルノ的習字性も実行できないことになるでしょう。また反対に、個語の言葉遣いに対する配慮というのをしなければ、そもそも、あるテクストが、読み手にどのような効果を与えるかということも取り出してこられないと思います。つまり、あるテクストが読み手にどのような効果を与えるかということは、テクストの内部から取り出してくるべきものであって、テクストの中にないものを勝手に自分が外から持ってきて、これがアドルノの意図だよとかっていうのは、アドルノのテクストに対する適当な態度ではないと思われます。この意味で、森さんの本の中では、アドルノ的習字性もホネット的習字性も尊重されていると思われます。しかしながら、強弱っていうかな。アドルノ的習字性の方がどちらかというと、ホネット的習字性よりも優先されているように思われます。これはあくまで私の推測っていうか読みなので、もしなんか、的外れだったら、教えてください。なんでそのように、見えたかと言いますと、個語の言葉遣いの着眼によって得られたものっていうのが、テクスト全体の性格を決める。また、テクスト全体の性格を決め、それに無理やり当てはめるような仕方で、個語の言葉遣いを、扱うことは推奨されないというか、おそらく反対されると、考えられる。これは理由だったかな？すみません。これは理由みたいな言い方で今喋ったけど、理由じゃないかも。アドルノ的習字性の方がホネット的習字性よりも優先するってことの説明ですね。理由にはなってないです。すみません。うん。はい。ちょっと理由書かずに喋るなって感じですけど、このようなアドルノ的習字性の方を強くとって、森さんの、読解モデルっていうのを、ものは形成されているんではないかという、提案として受け止めていただければと思います。すいません。ちょっと自分で作ったスライドのことがうまく説明できなくてすみません。で、このような仕方で森さんの読解モデルが形成されていると仮定した場合に、どのような読み手の恩恵があるかということを考えていきます。まず読み手がアドルノだった場合の恩恵です。で、これ、先ほど引用したところですね。で、引用したところを定式化として使っちゃいます。アドルノは大抵素通りされてしまうようなデカルトの言語表現を一見すると過剰とも思えるほどに強調し、そうしてその背後にある暗黙の想定を明示する。そしてそうして明示されたデカルトの考えとのコントラストによって自分の考えの輪郭を描き出している。で、コントラストを描き出すっていうことが、習字的読解の目的ではあるんですが、ここで恩恵を考えるので、コントラスト云々については無視します。じゃあ、恩恵はどのようなところにあるかというと、今引用している箇所を見てみたいと思います。アドルノはデカルトの認識論的主張の背後に見出す価値判断を価値中立的に評価するのではなく、特定の価値判断、きめ細かいものを擁護するという価値判断に基づいて裁断している。こうした手法はそれこそ習字的であり、デカルトの方法の批判としてはほとんど詭弁のようにすら受け取られかねない。しかしながら、まさしくこのような習字を用いることによって、アドルノは道徳的に価値中立的な概念を使っているということになっている認識論が、まさしくその予想われた中立性ゆえに、道徳的に不正を働いている可能性があるということを教える。この後半のところが、習字的な読解を、行うことによって得られる恩恵だと考えられます。で、この恩恵というのは、ちょっとさ、このスライド飛ばします。習字的読解というのはそもそもまず、デカルトよりも一層ラディカルに、デカルトの方法論について知ろうとする居合わせの態度の実践であると、言えるのではないでしょうか。で、
これを前提とした上で恩恵とは何かについて語るならば、デカルトの方法論というのが、読み手の居合わせなしには個々の概念把握に貢献できない。そのままではこう知識として使えないということを示しているのだと思います。確か、分析、デカルトの言う分析の手法についての、アドルノの両義性というのも、このような仕方でパラフレーズ可能だと思います。つまり、分析することで、複雑な問題というものをこう小さく、なんだろうな、単純化し、矮小化してしまうという暴力性があるんだけれども、その、分析ということはやらざるを得ないのであるから、まずその暴力性をきちんと明らかにしておく必要があるというのが、非常に簡単に言うと、そのアドルノ・デカルト批判の一角にあったと思うんですが、アドルノが読み手になり、デカルトの方法が予想中立性、括弧暴力性を解除し、デカルトの方法論を私たちが知識として、実装しやすく、しているのではないかと。これが、アドルノが習字的読解を取った時の読み手の恩恵ではないかと思われます。で次に読み手が森さんの場合です。でさっきの定式化の主語のところを変えています。森さんは大抵は素通りされてしまうようなアドルノの言語表現を一見すると過剰とも思えるほどに強調し、そしてその背後にある暗黙の想定を、明示すると。今25分ぐらい喋りました。あとちょっとで終わります。で、ここでも、コントラストではなくて恩恵の方を考えます。では、森さんが実際にアドルノに対してどういう主次的読解を行っているかというのを見てみますと、これ多分否定弁証法の一節だと思うんですが、孫引きです。すいません。私の家にアドルノ全集がないので、孫引きです。きめ細かいというのは、事柄に即して、アンデアザヒエ、かつ事柄の概念の中で、インデンベグリーフ、最も小さくて概念から漏れてしまうものさえも識別できる、人のことである。で今引用した箇所っていうのは、文脈確認しておきますと、アドルノの概念把握することについての、分析の箇所でした。で、居合わせ、森さんの本では、概念の実質的理解と対象の来歴に対する感受性の同時的発揮、が、概念把握だと言われています。で、このような文脈で感受性ということにさらなる描写を与えるために、きめ細かさをめぐる先の箇所が引用されていました。でこのきめ細かさを分析する際に森さんは、事柄に即しての案に着目して、事柄に密着するという概念があることを明示化しています。また接続詞のかつ、とに着目することで、事柄に即してということと事柄の概念の中でということとセットで見るということが大事だと、促してもいます。つまり概念との反省的付き合いが重要である。ということを、見て取らせようとしていると思われます。で今のように、アンとかウントのように、こう、なんだろうな。対して、こう、そこになんかすごい読み込んでどうするのって言いたくなるようなところを逆に強調して、こう、目の前に出されている言葉、目の前に眼前に提示されている言葉をこういかに読み手として扱っていけるかということを、やることで私たちが何を得られるか、私たちって言っていいのかな、森さん、読み手としての森さんと、自分自身の区別っていうのが今ついてないんですけど、何が得られるかというものを考えてみます。で周知的読解が、アドルノよりも一層ラディカルにアドルノのテクストで展開される考えについて知ろうとする、居合わせの態度の実践であると仮定します。でこういうふうに書いたのはさっきアドルノが、
デカルトに対してやっていたことを森さんもアドルノに対してやっているということを前提とするからです。で、どんな、この眼目っていうの間違いですね。ちょっと直そうか。で、どんな恩恵があるかと、言いますと、まずアドルノのテクストが読み手の居合わせなしには、個々の概念把握に貢献できないことを示しているのではないでしょうか。つまり、アドルノテクストポンって渡されただけで、誰もがみんな、森さんが読んだようには読めないわけです。そうではなくて、森さんが読み手になることの意味というのがあるはずです。森さんが読み手として、読解モデルというものを育てる。さっき言ったように、アドルノの習字性とホネットの習字性というものを、組み合わせて、森さんが自身読解モデルを育てながら読み手になることで、アドルノのテクストで展開される考えを私たちが知識として実装しやすくなっているのではないかと思います。で、その肝心の、その、何を解除しているのかっていうところ、アドルノテクストがどういうふうに見えていて、で、その見えているのをどういうふうに解除できるのかについてなんですが、ね、これはあくまで私の提案というか印象だと思って聞いてほしいんですけど、アドルノテクストが作者の意図に反して、成分化に陥っているように見えてしまうという注意喚起を森さんはしているのではないかと思います。どういう意味で成分化に陥っているように見えてしまうか、そういう可能性があるかっていうと、例えばアドルノの結論に、これはアドルノが何か主張として言ってるんだ、これがアドルノの結論なんだっていうふうに見えるけれども、実はそれは、その、この立場に案じてていいっていうような、そういう結論なのではなくて、ある種の確率として提示されていて、この確率に従って、この反省というものをするということが促されていると。つまり反省の方法を提示しているというふうに、アドルノのテクストをこう読み替える。そのような効果が、まあ、森さんの習字的読解には、期待っていうか、そういうものを私実際受けたと読者として感じています。で、まあ、括弧内に見えという言葉で置き換えたんですが、見えに対する反省と、まあ、テクストの見えの再編成というものが、森さんの習字的読解の中には あるのではないでしょうか。で、長くなってすいません。もう30分過ぎたかな。まとめなんですけれども、まあ、私たちあるテクストを取り扱う際に立ち会われている見えというのを自明のこととしてしまいます。で、さっき、森さんのスライドで、対象と特定の関係にあるっていうような言い方、されてたと思うんですけど、その対象と特定の関係にあるんだけど、その特定の関係にあるってことが忘れられちゃって、その、なんだろう、対象の現れ方っていうのが自明のこととして、なんていうか、来歴とか関係なしに成立しているものとして、こう、見たくなってしまうというのが、私たち一般に、人間にあるのではないでしょうか。まあ少なくとも成分化の文化に、もう心底、骨の髄まで汚染されている私たちは、やっぱり立ち会われっていうのを自明のこととして扱ってしまうというところがあると思います。で、森さんのアドルノ解釈っていうのは、まあその自明な見えの見直しを図るために、ある言葉が持つ歴史性を浮かび上がらせ、眼前にある言葉を一回限りのこととして扱おうとする。というふうに私は見ました。で、これによってアドルノ自身の読解手法だけじゃなくて、それを実装したときにどういうふうにアドルノが読めるかっていう森アドルノの読解手法、両方を手に入れることができたのではないかと思います。という感じで、アイデアが少しでも伝わったらいいなと思うばかりですが、私の話にもかなり不十分なところがあったと思います。ご質問いただければできるだけ答えますので、よろしくお願いいたします。はい、松本さん、ありがとうございました。アドルノを読んでいる森さんというか、場合によって、例えばデカルトを読んでいる、アドルノを読んでいる森さんのこう手つき、アドルノ、森さんそれぞれのこう手つきをこう解きほぐして、
見せてくれたというふうに、とりあえず私は理解しました。とても面白い報告ありがとうございました。それでは森さんにですね、コメントで一つ来てたジャズに関する質問もちょっと合わせて、はい、はい、2人に、もうすべてをというのは難しいと思うので、もう森さんがここは言いたいっていうところをもう恣意的に挙げていただいていいと思うので、はい、森さんの方からお願いします。はい、わかりました。ニューヤさん、牧野さん、本当にありがとうございました。丁寧なコメントいただき。じゃあ最初にチャットにいただいたジャズ批評についてのコメントから応答したいと思うんですが、アドルノのジャズ批評というか、ジャズ批判、大体主な論点は2つなんですけど、ジャズって結局、ビジネスにどっぷり使っちゃってしまったっていうのが1点。もともと批判的なポテンシャルがあったっていうこと自体はアドルノを認めてるんですけれども、それが結局資本主義の支柱に落ちてしまったっていうのが批判する1点 で、もう1点が、ジャズってアドリブが入ると思うんですけれども、でアドリブっていうところで、なんかこの人たち自由に演奏しているつもりになっているっていうのが、アドルノからすると、どうしても受け入れがたい、なんか自由だったんですね。フリーって言ってるけれども、それはどっかの枠内で決められている自由であって、そんなもの全然自由じゃないじゃないかみたいな話。で、その2点、まあ他にもいろいろあると思うんですが、で、基本的にジャズはけしからんっていうふうに言っています。で、スライドに挙げたその批判としてのジャズっていう本は、そういったアドルノのジャズがダメだっていう話をとりあえず受け入れつつも、前衛音楽をアドルノが論じるときに、その西洋音楽全体の伝統っていうのをすごく強調してるじゃないか、その重要性を強調してるじゃないかっていうことを一方で重要視もしていて、で西洋音楽史に向けていた眼差しと同じ種類のものをアドルノが仮にジャズの歴史に向けていたらどうなっていただろうかっていうのを書く。だからアドルノが歩まなかった道をアドルノになったつもりでジャズ史を歩んでみるっていうようなかなり面白い話なんですね。それからいくと、ジャズもアドルノが戦後前衛音楽に見出してた、あるいは見出せなかったような批判的ポテンシャルをジャズの歴史に見出すことができるっていうような話をしています。そう考えるとアドルノのジャズ批判っていうのもまた別な批判光が当てられるんじゃないかと思うわけであります。でこれが、ジャズについての答えで、じゃあまず先にニューヨークさん のコメントで、ちょっともう一度画面共有してもらってもいいですか。ちょっとコメントをしやすリプライするときに役立ちそうな。まず最初にシステマチックな構成っていうことをなんか評価していただいて、それすごいありがたくちょっと来ました。私の最初の指導教官である藤野先生の影響がかなり強いんですが、アドルノについて何か書くときにアドルノっぽく書くのは最低やっていうことをしばしば言ってたんですね。で、で私もそれはなんか前々からそう思っていたところがあって、そこで藤野先生とは結構馬が合ったところがありました。で、これはアドルノについて研究書書いてるその英語圏もドイツ語圏もどちらにもいるんですが、アドルノについて論じるのにアドルノの言ってることを真に受ける必要はないっていう層は一定数います。ですのでアドルノについての議論を再構成するときに数字を羅列してその数字の間の階層性を、つまり議論をちゃんと再構成できるように論じるだとかっていうことは別にアドルノを不当に扱うことではないっていう人たちはいまして、私もそこに組みしたいかなという気がしておりました。で、あとバトラーのギビング自分自身を説明すること、これは挙げてくださっていて、で私もバトラーのこの本読んで
あ、これって私がアドルノについて面白いと思っているポイントとすごく被っているっていうので、すごいのめり込んだバトラーの本が最初これだったんですね。これで最初原写点の起用とかにもチャレンジしてみたりしたんですが、飯屋先生がおっしゃったように、ここのポイントはすごくバトラーに影響を受けています。というかバトラーに影響を受けたのか、もともと持っているのをバトラーによって強化してもらったのか、どっちか見分けつかないくらいなんですが、ですのでここも全くおっしゃる通りで、歴史的なアプローチアドルノにないんじゃないかっていうのは、確かになんかその気もしまして、なんていうか、やっぱり私が歴史的アプローチアドルノから引き出すのは、基本的なその源泉は音楽論だったので、で音楽論でやっていることを哲学的な概念にもやっていいと思うし、そこはアドルノがやり残したというよりかは結構不十分に残してたポイントなのかもしれないなとは思います。ただこれ具体的にどうするのかっていうのが、来歴をたどるのブラックボックス化はちょっと私も強く反省するところで、あんまりそのうまくいってないとは思うんですよ。ここもちょっと今後の課題で、ありがとうございます。で、2ページ目のソネットの取り上げ方がやや雑の、あ、4コマ漫画もありがとうございます。すごい助かりました。あ、なるほど、こういうふうになるのかって。いや、これは跳躍図紙なので、いや、間違すごい助かります。どんどん指摘してください。はい。そう、ホネットの取り扱い方雑だっていうのは、これ、おっしゃる通りです。で、結構自覚的にやったところがありました、正直に言うと。というのも、権力の批判のホネットの議論が、他のアドルノ批判の他の論者の論文と比べて、出来が良かったんですね。他に否定しうる論文がないくらい、とても水準が高かったので、これを思いっきり叩くしかないだろうっていう。で、そこが結構博士論文の骨組みができる時期と被っていたので、結果的にああいう骨との取り扱い方になってしまったんですが、おっしゃる通り、ここに挙げられた骨との理論を丹念に追うと、私の骨との扱い方は結構一面的っていうか、かなり不十分だと思います。で、序論で骨と思いっきり使ったのは、やっぱりそれが議論の足がかりとして、ホネットには失礼な言い方なんですけど、非常に具合が良かったっていうことになります。だから議論構成上の戦略っていうことで、ですのでホネットをちゃんと正当に扱わなきゃっていう思いはあります。 とりわけやっぱり物証化をちゃんと読んで、そこの議論を吸収しないとなっていう思いは強くあります。そうですね。あと、相互主観的な観点の欠如っていうのはあります。これ多分私自身に相互主観的な視点が全く欠如しているのです。なんかそこ影響してると思うんですけど、あんまりその相互主観的な視点っているのかみたいになっちゃうので、そこをやっぱ反省すべきところで。相互主観っていうよりかは、なんか私がずっと関心あるのは、対象とその対象に対してなんだこれはって思ってる主体の関係なんですよね。なので、ちょっと相互主観的な問題設定をどうやって我がこととして身につけるかっていうのは、ちょっと今後の課題にはなると思います。ちなみにちょっと言葉挟んでいいですかね。はい。ちょっとお話ししていいですかね。はい。多分私自身は、おそらく森さんも、まあ、好みじゃないかなと思うんですが、やっぱりジェシカ・ベンジャミンのやっている精神分析的な議論っていうのはすごく面白くて、つまり、あの場合は、投影と逆投影っていう心理学的な手法を使うんですね。投影っていうのは相手の中に自分を見てしまう。で、逆投影っていうのは自分の中に相手の欲望を発見するっていうことで、お互いに言いたいことを言って、実は自分自身が自覚できなかった自分の
この抑圧していた欲望であったり本音であったりっていうのが相手を通して見えてくるっていうところがあって、でまあそれは精神分析的に言うと、まあ私も素人なのであんまり詳しくは言いませんけども、分析家と分析主体のある種の主とどの関係性っていうものがあった古典的な精神分析とは違って、あの水平的な眼差しから分析する側もされる側もお互いに実は言葉をぶつけ合ったり本音をぶつけ合ったりする中で、あの互いに隠していたものが見えてくると、まあ、非常に単純な話なんですけども、ベンジャミンの場合はそういった形で実は自と他の間の弁証法的な解きほぐしっていうものの可能性があって、そういった議論を彼女は70年代からずっと続けているわけなんですね。でおそらくはフィリッポ・ホッポとか、あと、誰だったかな、ホッポと、もう一人、教著になっていた、女性の方がいたと思うんですけども、実は最近あのアドルノ研究者で割と精神分析とアドルノ結びつけようっていう議論があって、それはあのシュミット・ノエルトなんかやってたと思うんですけども、私はすごく生産的だし、実はホネット自身も、90年代とか2000年代以降は割と精神分析的な話をしているので、そのあたりをつついていくと、まあ、あの森さんが最後におっしゃっていたような居合わせるっていうことの中のある種のコミュニケーションの可能性っていうものが見えてきて、まあ、非常に面白いんじゃないかなって、まあ、これはちょっとあの、余計なお世話かもしれませんけど、そういったことを思いました。 ありがとうございます。そうですね、うん、なんかあの次やることがちょっと決まってきたような感じがします。ありがとうございました。はい、じゃあすみません、牧野さんのコメントに対するリプライなんですが、なんか成分化の議論構成すごくあのクリアにまとめていただいてありがとうございました。なんか私自身が自覚していなかった部分もなんかかなり明示化していただいて、どっから行こうか。画面共有しますか。あ、そうですね、ちょっとお願いしてもよいでしょうか。スライド何枚目かちょっと定かではないところなんですけど、否を突きつけることの哲学の良さみたいなのが主題になっていた場所、はい、はい、あ、これですね。で確かにあの私が提示するアドルノも結構あの否定主義で、とにかく肯定的な定式化はその定式化された瞬間にその関係ない人にまで共有されちゃって、で共有されることによる副作用っていうのが甚大だ、そこへの警戒感があったと思うんですが、じゃあ何も肯定的に言わないのか、それはそれで困るっていう部分があるので、そこをなんか答えたいなって思ったのが、牧野さんのとは少しずれるのかもしれませんが、私の考えるその否を突きつける哲学の良さというのは、一つには、両理性っていう形で言おうかなと思っていて、成分化はダメだってなんで言いたくなるのかといえば、その全然文脈共有していない人にまで成分化されたその等のものだけが共有されて、その成分化するためにもともとあった文脈が忘れ去られる、アドルノだったらそれ物証化って呼びたくなると思うんですが、そういった事態を警戒していたからだと思います。で、そうするともともとの文脈にあったっていう事実をちゃんと受け止めるならば、その文脈ってっていうかあの場面って結構あのそんなにすっきりしたものじゃないと思うんですよ。対象との関係で結構あの私は対象を結構傷つけていたとか、対象の振る舞いによって傷つけられることがまあまああったとか、そういった結構あのぐっちゃぐちゃな場面だと思うんですね。でそういったぐちゃぐちゃな場面を滑らかにしない、そのぐちゃぐちゃな場面、傷つけたり傷つけられたりするような場面が、そこに反省的な眼差しを向けるための試練
ったっていうことを結構あの言いたくなりまして、なので、問題に対して中立的観点から見るのではなくて、中立的観点から見るっていうのが大事だっていうふうに言われるんであれば、成分化された成果をそのいろんな人に共有すればいいっていう話になると思うんですが、そうではなくて、その中立性ではなく両立性っていうのを私なんか言いたいなっていう感じがしておりました。で、それであれば、なんかあの何か言ったことになるのかもなっていう期待が。で、あのアドルノ的習字性とホネット的習字性の対比で、アドルノの方に重きを置いているっていう理解もあの完全に なんていうか合致というか、あ、確かにそうだっていう感じで私あの今回実感したんですが、ホネット的な習字性がなんでいまいちピンとこなかったのかっていうと、やっぱりあの効果っていうことをあのメインに据えているせいで、具体的には自然支配っていう、アドルノが暴力的だって言ってこれ批判してたっていうような概念なんですが、それを批判、している身振りがその誇張だ、読み手に対する効果を狙っているんだっていうのだと、自然支配っていう概念の両立性を捉え損ねるっていうことがというふうに思ったんですね。だから2つの習字的な読解はあのまさにその通りで、でなんでアドルノの方に重きを置いたのかといえば、やっぱりあのアドルノ的両立性というふうに呼びたい気がだんだん最近してきているんですが、その批判のためのリソースはその批判されるべき状況にしかないっていうような考え方で、なんかそこをあの素通りしないためには、あんまりその効果に焦点を当てるような習字的読解よりかは、一言一句つまずくような読解の方がいいような気はしています。ただ、なんでいいのかなって話しながらちょっと分かんなくなってきたんですが、ただ私はなんかそういう観点からアドルノ的習字性の方が多分大事なんだろうなって思ったっていう自己理解の進展がありました。で、あのスライドの50枚目ですかね。アドルノテクストをまさに私がそういうふうに読むことによって何が得られるかっていう部分で、この1の方は多分なんか多分自覚して書いてたような気はします。ただ2の方がなんかあの今回牧野さんの作業のおかげで明示的になったというか、私はここまでちょっとあの到達してませんでした。森さんは多分自分でやってるから、自分でそのなんだろう、プロセスをやってるから、なんだろう、アドルノの結論を成分化するっていうことを書いてる、自分でやってるから逆に気づかなかったとか。ユニアさんがコメントしてくださったその最後から2番目ですかね、アドルノに対して批判的でもあってよかったのではないかっていうポイント、多分あのこの姿勢にも多分あの関連してるような気がしまして、アドルノがデカルトを読むときはデカルトをかなりあの一部分を誇張して、そこから暗黙の前提を取り出して自分とのコントラストをあの明示するためにそういう作業をやってるんでいいと思うんですけど、私はなんかアドルノのなんというかいいところを再構成するためにそういう読み方をすると、悪い時にはっていうか、私のこの本がそうなっていないとも限らないんですが、アドルノの議論をその筋道立てるために結構無理やりな読解をしてしまう可能性もあって、で そこはちょっと警戒しなきゃいけないなっていうのを今回なんか思いました。でなんかこの作業の後でなおかつあの私はこう思うっていうのを提示できるとなおいいんでしょうね。あのデカルトを読んだアドルノのように、私がアドルノを本来であれば読むべきだというような気がします。あんまりそのアドルノとうまく
距離取れないんですよね。なんか批判しようと思えば簡単に批判できる人だからなおさらなんかディフェンスしたくなるっていう癖がちょっと長年読みすぎたせいでついちゃってるのかもしれなくて、そこから距離取ることがちょっと今後の課題になりそうです。ありがとうございます。森さん、そのところですか。そうです、なんかアドルノとビトゲンシュタインの話、はい、なんか冒頭で話されていて、なんか私なんかいろんな言語ゲームがあるんだっていう時のビトゲンシュタインって、あ、なんか私が好きなアドルノと共同戦線っていうか、友達はなれないかもしれないけど、なんかそんなにな仲悪い感じでもなくないみたいなのちょっと思ったんですけど、それなんかどうでしょう。あ、はい、私も森さんを通じたアドルノっていうのはすごいビトゲンシュタインと親和性が高いなと思って読んでいました。あ、ただそのさっき入野先生がおっしゃった来歴っていうことはビトゲンシュタイン哲学の中でいうとどういうふうになるのかなっていうのはちょっと考えてまして、ビトゲンシュタインの、まあ、特に晩期のアスペクトをめぐる考察で表情とかっていう概念が出てくるんですね。で、その表情っていうのは、なんだろう、現に見えているもの、ここにあるものだけで作られるんだけど、でも特定の仕方でしか発揮されないものなので、なんかそれが隠されてる来歴っぽさあるのかなって思って、私もなんか聞いててそう思いました。はい、これはどうなんでしょう、プロの人がどう思うか分からないけど、私は表情とか、あとフィジオグノミーって言葉が出てきて、感想学とか、まあ、ビトゲンシュタインの翻訳だと、まあ、顔つきとかって訳されてることもあるんですけど、その概念にも近いのかなって、来歴ってそういうことなのかなって思ってちょっと聞いてました。なんかフィジオグノミーって言葉、アドルノも作曲家を論じるときに使ったりするんですよ。なんかマーラーとか、どれくらい関連性見出せるか、結構そこの研究しがいありそうですけど、でもアスペクトの話、結構来歴と近いところありそうだなっていう気は、ちょっと、なんか実践的な文脈にないと見えないものみたいな感じで。そうですね、なんか対象とやっぱり特定の関係にあるっていうことから生成する見えをずっとアスペクト問題にしてるので、うん、来歴っていうことを考えるのに変わるんじゃないかと思いましたがどうでしょうか。ありがとうございます。すいません、なんかたくさん時間を取ってしまいましたが。はい、ありがとうございます。なんか猫も参戦してきた。もうだいぶ時間も押してきました。特にコメント欄に質問はないようですけど、大丈夫ですかね、どなたか、なんか質問したいという方はいらっしゃらないですかね。私のお話中に、その習字性について、質問してくださった方がいましたけど、私のスライドで説明したので足りたでしょうか。もし本当分からなかったら、すみません、見落としてた。改めて、はい。もしスライドを通じて納得していただけたんだったら、説明はいらないかなと思ったんです。よろしいでしょうか。質問された方、佐々木さんかな。はい、そうですね、時間的にもそろそろかなと思うんですが、すごく話が多岐にわたって、私自身もちょっとついていけたか自信がないところもあるんですけども、コメントが、もう少しコメントくださいって、習字整理。どうしたらいいのかな。
あの語られてる内容にあのフォーカスするんじゃなくて、その語られ方にフォーカスするということですかね。語られてる内容っていうのは語られ方にフォーカスしないと理解できないっていうことかなと思ってましたが。なるほど、はい、はい、うん、まあ、こう通常語られ方と語られる内容って分けて考えてしまうわけですけど、そうではなくて、はい、語られ方から語られている内容にアプローチするというようなイメージですかね。はい、哲学的文脈で言うと、哲学的文脈、例えば、まあ、ウィトゲンシュタインよくあの疑問文で、説を終わらせたりするんですけど、それがまあ、それをその後にあのイエスかノーかみたいなことをあの書いてない。で、その、でもウィトゲンシュタイン的には多分イエスなんだろうなとかノーなんだろうなっていうのは読めばなんとなくわかるんですよね。で、もし習字的なことを全然気にしないのであればイエスとかノーとか書けばいいのにって思うんだけど、でも書かないことにそのなんだろうな、そうですね、難しいな、ちょっと説明が書かないことに意味があるんですけど、はい、ちょっと説明が下手だったんですが、あの、まあ、哲学的文脈というかウィトゲンシュタインテクストでいうとそういう疑問文とか、あとイタリックについての研究もあるんですけど、そういうものがあります。はい、ありがとうございます。これはあれですね、牧野さんの講座に出てもっとちゃんと説明できるようにします。8回聞けば分かるかもしれないということで、ちょっと宣伝につなげてしまいましたが、そうですね、もうちょっとだいぶ時間も押してきましたので、この辺で、終わりたいと思います。ニューヤさんと牧野さん、どうもありがとうございました。で、ありがとうございました。森さん、何か一言こう、感想みたいなものをもらおうかなと思うんですけど。あ、はい。すいません。はい。いや、なんか本当に、なんかブックトークっていう形でこんな企画していただいて本当になんかもったいないというか恐縮しております。本当にありがとうございます。あのやっぱり丁寧に読んでもらえるっていうのは幸せなことだなって今すごい幸せをかみしめております。やっぱ不安でも あったんですけど、そのやっぱりその私にとっても収穫があったし、なんかこういうことがあると、ああ、やっぱり研究するかって なりました。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんもぜひ、森さんの、このその場に合わせる思考、言語、道徳をめぐるアドルノを手に取っていただければと思います。で、あと、今日私に最大の課題がありまして、国ラボの宣伝をしなくちゃいけないんですが、あれどれだ、どれだ、あれ今共有しようと、あ、これか。先ほどから、まあ、折に触れてお話ししてますけども、私ども国立人文研究所国ラボという人文学の学校を今オンラインでやっています。で、9月から今、まあ大学でいうような新学期が始まるんですけども、月1回ないしは2回の講座が、まあ、4ヶ月間あるというような形で、構成しています。で、皆さん、PTX を申し込みいただいているかと思うんですけど、同じく PTX でこちらにあるような講座の今、受講受付をしておりますので、ぜひご検討ください。ラテン語、源氏物語を読む。建築士ですね、バレット建築士、西洋の建築士の講義、それから天使
を、まあ、軸にしてもらった、まあ、中世、西洋の中世哲学の講義、それから、ラテン語はあの先ほどの中級だったので初級のラテン語もあります。それから、フェミニズム SF の名作を読むというあの、まあ、文学、漫画も扱うようですけど文学の講義、それから、日本 の, あの古文書、江戸時代の古文書なんかをあの実際にこうあの読んでいくという、古文書ワークショップ、でそれからこれ、まあ、私がずっとやってるんですが、ヘーゲルの精神現象学をあの読んでいく講義、それから、先ほどからあの牧野さん自身にも宣伝していただいた牧野さんのウィトゲンシュタイン哲学探求をあなたの充電として読む、それから、ユーミリの8月の果てを読む、在日朝鮮人文学の愛を超えるため、この文学の講座ですね。あら、今何か、で最後はエルネスト・ラクラーとシャンタラ・ムフォというラディカル・デモクラシー入門講義ということで、最近現代民主主義だったかなという新書を出された山本さんが、まあ、メインで取り組まれているラディカル・デモクラシーの、講座、こういったものがありますので、これ全部だったのかな、何か抜けて大丈夫そうですね。はい、あのぜひ皆さん受講をご検討いただければと思います。何かチャットが来てましたか。ああ、森さんが流してくださったですね。あの、それぞれ初回 の, あの開講日が締め切りになってますので、早速あの来週から始まるものありますので、皆さんご検討いただければと思います。はい、それではあの予定よりだいぶ時間長くなってしまいました。ちょっと元々の計画が甘かったかなと、ちょっと反省してるんですけども、まあ、夏の終わりに、あの、なんていうんですかね、ちょっと手強い本に取り組んだあの夜になったかなと思います。ブックトーク企画はまた、あの、秋にも、あの、企画、秋以降も企画してますので、ぜひまた、まあ、講座ないしですね、ブックトークで皆さんにお会いできる。デーパーというふうに思っています。それでは、森さん、ニューヤさん、牧野さん、改めましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。吉田の皆さんもありがとうございました。それでは今日のこれで終わりということにしたいと思います。はい、失礼いたします。